めっちゃ持ってやってるさあ、ついに前夜祭最後のチームです。全210チームの頂点に輝きました。昨年度ど祭り大賞受賞、名古屋市中区よりお越しの田村の皆さんです。おー、いいな。作品のテーマは家どころ名古屋、尾張藩七代藩主徳川宗春公が築き上げた芸の都、名古屋の繁栄を願う志は今もなお受け継がれています。神楽結成10周年の感謝の気持ちを胸に、芸どころ名古屋を絢爛豪華に表現します。それでは踊っていただきましょう。神楽の皆さんです。どうぞ。あ、やっぱりすごい。神楽、尾張を照らす新しきしるべ。